きげんよう。ごきげんよう。ショータイム。伊藤編の友人屋です。T 隊長です。隊長でございます。スキップとローファーっていうアニメがあるじゃないですか。はいはい、ご覧になってます。はい、私も大好きで見ており、うんうん、あれがそのエニアグラムアニメとしてよくできてるなと、はい。エニアグラムアニメとしてというか、まあ、人が行動するときに、うん、どんなことを考えて、うん、その行動をしているかっていう描写がちゃんと描かれていて、うん、はい、であの中の主要なキャラクターは、うん、主に5人なのかなと、はい、主人公の岩倉みつみちゃん、はい、一緒にそのオープニングテーマの中で、うん、こんなダンスを踊る、うん、島くん、はい、島宗介くんで岩倉みつみちゃんの後ろに座っている、はい、アイウェイボ順ですよね、はい、なんで江頭さん、はい、江頭美香ちゃん、うん、で村重、はい、ゆずきちゃん、うん、と久留米聖ちゃんって読むんですかね、あの誠と書いて、はい、ごんべんになるという誠と書いて、うん、あの眼鏡かけた女の子いるじゃないですか、はい、真面目そうな、うん、多分この5人が主要な人物なのかなとは思うんですけど、はい、エニアグラムでキャラクタータイプ診断、はい、あのまあ主人公の岩倉みつみちゃん、はい、あのエニアグラムのタイプで言うと、はい、何じゃないって思います。6じゃないですか。6っぽいですか。はい、あなるほど、はい、あれ6ですかね。なんでですか。あの僕一番初めに見た時に、うんうん、あの9かなって思ったんですよ。9はあんなに悩まないですよ、はい、で、はい、あれ悩んでますかねって悩んでます思ったんです、ね、ぐる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 してるじゃないですか。先週の先週あの要は、我々は多分アマプラで見てるので一周遅い、ちょっと一周遅いです、はい、多分10話、はい、になるのかな、はい、そうするとこの島くんが、はい、あこんなことで悩んでんだこの子はみたいな見方してましたね、はい、であれの感覚僕と同じなんですよね。この子大丈夫かな、こんなことで悩むんだみたいな、傷つくんだみたいな。でもなんかその、うん、その10話だったかな、うん、あの要は、文化祭です、はい、で彼女は彼女で、うん、生徒会もやっていて、うん、生徒会とこのクラスの出し物の仕事をバッと引き受けるので、うんうんうん、ちょっと寝落ちしてしまい、うん、お願いされていたことができなかった、うん、でいいよいいよって言われるんですけど、うん、一人で歩いてる時に、うん、こっちでその、うん、無理なら引き受けなきゃいいのにねみたいなみたいなこと言われて、うん、がっくりするみたいなシーンがあり、うん、そこでまあその島くんと絡み、うん、私立ち直るのもめっちゃ早いんだからって言うんですけど、うんうん、あれ言い聞かせてんじゃないですか。でも言い聞かせてるんだとしたら、うん、あのアニメだと描くんだろうなと思うんですよ。あの言い聞かせてるというか、はい、あれ島くんによって元気になったんですよっていう描写じゃないですか。あーなるほど、ね、旧の島くんの影響で元気になれました、はい、みたいな。あ統合の方向ね、はい、であの島くんはもう初めから旧だったんですよ、うんうん、エニアグラムのタイプで言うと、うんうん、で特に今回、うん、そのじゃあ第9話なのかな、はい、このクラスでは、うん、演劇をやりますってなって、うん、で島くんどうって、うん、やりたいって言った女の子から、うん、主役っぽい男の役を振られるんですね、うん、その時の描写が、うん、初め、島くんには過去に子役をやっていた、うんうんうん、でも、まあ、その子役をやっている時に、うん、多分その両親の別れとかがあり、はい、あとはそのあまり子役でうまくいかなかったのかな、うんうまくいかなかったわけじゃないんじゃないですか。で要はその子役の過去を捨てようとしている、うん、忘れたいと思っている、うん、子役にはお母さんが喜ぶからやってただけで好きでも何でもなかった。あそれもタイプ級っぽいですねで離れたいと思ってる時に振られて嫌だなって思うんだけど、うん、あここで断ると僕は何でも断るっていう風に見られちゃうかな、うんうん、じゃあ受けますっていう、いいですよ的なのは僕よくわかりますあやっぱ、はい、あんな感じ、はいはい、でなんかあの、はい、
この学生の時とかから、はい、よくなんかのリーダーとかをやらされた記憶はよくあります。班長やってとか。あで僕そういう時は結構、うんうん、しょうがねえな、まあ俺だよねっていう感じで受けるんですね、うんうん、違うんですね。僕はなるべく引っ込んでてやりたくないんですよ。なるほど。やりたくないからなるべく目立たないようにしてるけど、はい、あちょっとやってよみたいな、こういうの得意だよねとか言ってやらされちゃうみたいな。あんなかやっぱあんな感じで、そう言われるとあうんいいよみたいな。あれは多分僕もう1話からずっと9だったんですよ、はい、でその彼はハンサムで、うん、その見た目もシュッとしていて、はい、で要はそのみつみちゃんっていうのは石川県から東大に入って官僚になるために来てる進学校なので、うんうん、多分頭のいい高校ですよね。頭はいいと思います。で見た目いい、うん、頭いい、うん、っていう風なんですけど、うん、なんていうんですか、でモテるっていう描写の中で、うん、僕はそんな風に思われたくないみたいな、うん、いう、うん、なんか悩みが描かれていて、うん、僕は見た目がこんなんなので、まあ、昔から、うん、そういう気持ちが分からなくて、うん、僕もどちらかというと人を見た目で、うん、あもう茶髪、うん、アバズレ茶髪の男ヤンキー、うん、みたいな、うん、その分類をしがちなんですね、はい、っていう中で描かれる、うん、この中では、村重ゆずきちゃんっていうのが金髪、うん、帰国子女、はい、超かわいい、うん、っていうキャラクターなんですね、うん、で彼女も多分その見た目が普通の子と友達になりたいのに、うんうんうん、その多分その普通って普通の人って言い方も良くないかもしれないけど、はいはいはい、周りの人、周りの人たちは、うんうん、あもうこの子は見た目も可愛いし、うん、茶髪だし、うん、そういう風って、うん、見られ、お高く止まった人みたいな見られてるのが分かってる、うんうんうん、っていうこのゆずきちゃんは、うん、なんかタイプ4なのかなと思って見てるんですね、うん、4ですかね、分かんないですけど、僕も分かんないです、はい、で1話の中で、うん、1話2話だったか2話だ、うんうん、みつみちゃんが来て、うん、カラオケボックスに行きますっていう描写の中で、うん、あまりうまくいかないんですよね、2話ぐらいだと。誰が、みつみちゃんが、うん、その人間関係に疲れるみたいなので、うん、カラオケボックスの部屋から出た時に、うん、石川家の友達から電話がかかってきて、うん、あの今カラオケボックスに行って、うん、なんか楽しいよっていうアピールをしようとするんですけど、うんうん、声でわかるよって言われるんですよ、うんうん、そしたらあの帰ったら電話していいみたいなのの中で、うんうん、このゆずきちゃんっていうのは、うん、その子にあなた、方言とか取り上げられてバカにされてるの分かってる、うん、でもしか帰りたいんだったら、うん、私一緒に帰るよ、うん、みたいな描かれ方がしていて、うん、その辺のそのカラオケボックスの中で、うん、あなたバカにするのは良くないって言うんじゃなくて、うん、そういうのを俯瞰して見ていて、うん、陰でこっそりサポートする、サポートっていうか、うん、なんかそういうのは私も許せないんだよね、うん、みたいなのが4なのかなとかって思って見てたんですけどね、4っぽくない気はしますよね、僕の感覚的には。なる4の人はそういうことしなさそうな感じ。あそうですか、うん、なんか逆にこう怒りそうな感じじゃないですか、4の人気を使ってこの人に声かけたりとかっていうのはあんまりしなさそうじゃないですか。ああなるほどね、うん、っていう感じはしますけどね。なるほど、うん、では江頭さんですよ、はい、これ僕が一番、うん、あの心寄せる子です、はい、分かるよって、うん、その一生懸命ファッションの勉強をして、はい、おしゃれでしょってくると、うん、そのゆずきちゃんみたいな子が、うん、もうシンプル、うん、だけど美しいみたいな子に負けたみたいな、うん、でそのこの子は結構、うん、人のことを、うん、なんて言うんだろう、そういうランク付けが見えてるような子なのかなと思うんですね、うんうん、でこのなんとか主人公の男の子に取り入りたくて、うん、頑張るけど、うん、そんな無理しなくていいのにって言われて傷つくとか、うん、これ3かなと思いながら見てるんですけど、ね、僕6っぽいですけど、ね、6っぽい、あの三つみと同じ感じはします、はい、方向性が違うだけで。ああそうですね、くるくるくる空回してみたいな、はい、だから僕がこの3かな6かなってやってるんですけど、うん、エニアグラ、まあ僕多分6ですわ6なんですけど、うん、
ミカちゃんは確かに同じ匂いはするんですよね、うん、人をランク付けで見てて、うん、ルーとか、うん、なんかどこの立ち位置に立つかみたいなのを、立ち位置は大事ですよ。多分三上も同じことじゃないですか方向性が違うというか真面目路線で行ってるここで受けを狙ってみようみたいなこと考えたりとかして、はい、こうじゃないああじゃないみたいな、みんなの役に立たなければみたいなことを思ったりとかなるほど、うん、では、クルメさん、はい、メガネかけた真面目キャラ、はい、僕の中では、うん、あでもやっぱ5ですかね。5っぽいですよね。あんな浮かれた飲み物は飲まないみたいな無駄みたいな感じですよね多分。そうですよね。で1号とかって思いながら見てるんですけど、そんなに主張はしないんですよ。で自分の中、あそうだから自分の中でこれは無駄なものみたいな、はい、あでも飲んでみたら美味しいじゃんとか、その若干ゆずきさんのことも苦手と思ってるというか、ゆずきさんっていうのは金髪の帰国子女、うん、でも仲良くなってましたよね。ちゃんとなってる、うん、はい、夏休み明けたら、明けてから、うん、もうだってこの4人は同じグループなんですよ、うんうん、まあ5かな1ではないよなとかって思いながら、うん、そうか。でも結局はタイプ6の話なんですかねこれはタイプ6が統合に向かう、いや日本人はタイプ6が一番多いって言うじゃないですか、うん、そのマーケティングのもとで、はい、このアニメが作られているまあそうではない気はしますけどね6向けに6向けになのか、まあ、作者の意図じゃないですか。みんなこういうことで悩んでるなっていうのを感じて、あ、うん、あだからね、もう僕はもう江頭さん分かるよと思いながら、うんうん、デスノートをちゃんとつけてるんですよ、うん、はい、でも三つ目はつけてないんですよ、うんうん、この辺ですよね、うん、あであとは、副会長が、はい、副会長学校一真面目で、うん、超効率的な人、うん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 、っていう人が出てきて、うんうん、ちゃんとスケジュールをつけて、うんうんうん、こうすべきみたいな、で次期会長に私はなる、うん、と思ったら、うん、サッカー部のキャプテンが、うん、やめて入ってきて、さんっぽいキャプテンですよね。だいぶさんっぽいキャプテンが入ってきてまあ俺は選ばれてる人間だからみたいなのが、人気だけで会長をさらっていくっていう、これタイプ1ですよね副会長は。タイプ1っぽいです。1と3っぽいですよね。1と、うん、やっぱね3は持っていくんですよ全部美味しいところを持っていく瞬間も分かってるんでしょうね、はい、あでもそうやって考えると確かに江頭さんは初め3かと思ったんですけど、うん、まあ、3っぽくもありますけどね。要はどうやったら私が一番輝けるかっていうところを、うん、的確なところを狙おうとしてるじゃないですか、うん、でそこだけを取り上げて僕は3かなとかって思ったんですけどね、うんうん、僕だと思って見てます。はい、あもこちゃんごきげんよう、ときときさんごきげんよう。やっぱ三つ目は6っぽいと、島くんとのやり取りで励まされる、で、あ落ちる前に持ち直したのか、あ、うん、やっぱそんな感じなんですかね。そんな感じじゃないですか、好きな相手じゃないですか、はい、あ島くんはね、島くん、はい、でそこで元気もらったとか、あそっか、うん、それもあるじゃないですか。だって好きな人に、うん、僕はあなたのことを見てるよって言われるんですもんね。そう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 、うん、頑張ってみたいな、頑張って一緒にこうなんかやりましたよね、踊りやりました、歌って、はい、みつみちゃん歌いなよって言ってそう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 、落ち込んだ後元気になろうとする、本当に元気になるのかは別の話、あ要はこの私立ち直るの早いからっていうアファメーション、うんうん、アファメーション、うん、と、まあ、島くんに対するあれじゃないですか、もう私元気になったよまあ、あのなんでしょうね、あの微妙にちゃんと可愛く見えるんですよ。わかる気がします。ちびまる子ちゃんが、はいはい、わかる気がします。あれ高校卒業して化けるパターンですよね。うん、わかる。いや高校の時がピークではなく、はいはい、ああはいはいはい、ちょっと化粧とかすれば、そう、はい、そういう話、そう、うん、あのいや一緒に居候してる、はいはい、なおちゃんが、うん、綺麗な、うん、あの桃井香織みたいなお姉さんじゃないですか、うんうん、なんて思いながら見てるんですけどね、はい、ジェンダーの、はいジェンダーのお兄さんですよね実際には。ああそんな感じあちゃんと女性ですけどね。ちゃんと女性、じゃ女性じゃないですよ。え女性じゃないですよ、女装してる男の人ですよあれ。嘘、嘘じゃないですよあれお姉さんじゃないの。お姉さんじゃないですよ、だからおじさん。あれおじさんなの。あれおじさんですよ、だからそのキャラですよ、そういうキャラ、
お姉キャラ。ああそうなんだ。そうですよ、僕ずっと女性だと思って見てました。女性じゃない、だからところどころそういうシーンがありますよ、電車の中とか、ああの人みたいな。あ、僕あれは、三つ見のことを見てるんだと思ってました、はい、なんか田舎っぽく喋ってるじゃないですか。はいはいはい。あ、ちょっと見方がなんかあのお姉系のスタイリストみたいな感じですよ。ああ、カバちゃんね。カバちゃんみたいな。なるほどね。だから女性の気持ちが分かるんですね、うんうん、より、うん、